通常ボーナス。お、ボーナスだ。おー、すごい。なんだ。でも結構出た。出会った時の電撃に俺は感電してた。ずっと探してた女神にやっと出会えたよ。いや、レディスいいよ。かわいい、かわいく描いてくれてる。ちょっと一緒かな。いいな。大丈夫です。あ、ペロさん、はい。ちょっとちっちゃい。ペロリーナです。ペロリーナです。ペロ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 。なんかちっちゃい子も。ペロリペロ。あ、来ました。あ、来ました。来た。オッケー。すいません。一本でもジンジン、二本でもサンダル。何の歌、何の歌かわからん。知らない。一本でもニンジン。聞いたことある。え、嘘。あるよね。本当？知らん。酸素でもよっと。知らない。昔の歌でしょ。四粒でもごましよ。え、子供の歌？子供の歌っぽいよ。ポンキッキかな。あー、ポンキッキか。あ、ポンキッキですね。見てたけどな。ポンキッキは夏休みはやっぱり短いじゃね。え、なんだっけ、歩いて帰ろうじゃないの。歩いて帰ろう。あれ違うっけ。あれポンキッキーズじゃない。歩いて帰ろう。どんな曲だ。走る街を見下ろしてじゃないの。あ、そうそうそう、それもあったよね。それは斉藤和義だ。それは斉藤和義だ。ポンキッキーズじゃん。あ、そうだね、うん、そうだよ。だって俺もその頃大人だよ。セックスしたもん。もう見てないよ。下から大人っていうわけでもない。するぐらいの年齢だよ。あ、そう。いや別に知ってるよ。姉ちゃんが、姉ちゃんがしけても子供だってことは分かってる。いや大人になってからしかしてない。あ、でも まだしてないわ。出過ぎた。ちょっとお姉ちゃん出過ぎた今。ごめんしてないもんね。姉ちゃん、早かったの。早くて、まだだってまだだよ。うん、またがりたいけど、ま、あ、そうそう、願望だけが先まして。あ、なるほど。みんなとか言ってんだから。なんだやめてよ。俺、心配したぞ。でしょ。何よ。いや、なんかそんな心配してくれてる。大丈夫、安心して。させことか言われてんじゃねえかって。それあなたでしょ、言ってたの。うん、車の中で一見させこり見えるぞとか言ってたでしょ。あ、今日言われたよ、ほやほやで。あなたが言ってたんですよ。そんなことないんだよ。言っとくけど、俺が男だ。あ、チャンス目ね。チャンス。なんだよ、急にモノマネしだして。アンス目が42ゲームです。アンス目から、ちょっと早かった。あれ、え、バスケットボール来たよ。え
いや、ちょっと、一旦出よう。一旦出たいよ、これは。あー、やばい。うわ、ちょっと待って。お願いします。あー、ちょっとこれまずいかも。ダメ。うわー。引き戻しじゃね？いや、チャンス目引いたよ。ああ、そうか。うん、チャンス目からだと思う。でも引き戻しの煽りもあったけど、多分チャンス目で。これはもう、そうだよ。中対決当たると思いますよ、これは。姉ちゃん、はい。あ、あれだ。あ、あと誰も引いたって。よし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 、すごいすごい。いやいやいやえ何？いやいやいや、ちょっと嬉しかった。こう世代だけど、世代ですけども。いや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 、もう違う、もう違う、そう違うよ。じゃあ TRF でしょ。いやでもあれ77件も当たった。よしよし、チャンスだからかな。マジだですね。おーいいね、いいね。あ、また別だ。すごいじゃん。あれこれ、いいなんかもよ。ちょ、ペロ頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。俺たちも頑張らなきゃ。そろそろ行っちゃうかな。まだ行かない。ここで対決。また引き戻し、僕で、まあ、ゲーム性的にはそんな感じ。どうだろう、ベルでいいんじゃないの。あれ全力じゃねえよこれ。全力じゃねえよこれ。全力あるある。マジで全力ある。全力ある。ベロある。また壊してるねこれ。準備運動しないと。そうだよ、準備しないといけないよ。ディッシュ、伸びなし。あー、入れてる。やだやだ。あー、やだ。よし、ここ、チャンス。ここ取れたい。さあ、大事。これ大事。メンツオーカー、メンツオーカー。1ゲーム目、1ゲーム目。ね、ここなんとかつながらないと。うん。あ、出る。よし、よし。あ、あるある。あるあるある。あるある。姉ちゃん、姉ちゃん。姉ちゃん、やったかもしれん。やったかもしれん。やったかもしれん。もういい。あれ、ダメなんだ。まだまだあって。だから、させこって言われんだよ。おたんしか言ってないよ、それは。まだまだ。
さっき撮りたかったね。忘れよ忘れよ忘れよ。ここ勝ったことを喜ぼう。勝ったことを喜ぼう。よしよしよし。ここで3日目でまたボーナス行けばいいから。これで来たかな。よかった。素晴らし1万3000円で今
今500枚、まあだからマイナス100枚、200枚かな、ちょいマイナ。私は1万8000円で900枚ぐらい出たから、ポントンぐらいだ。ポントンぐらい。ポントン。ペロは24本、1万4000負け。勝ち見てなもんだな。うん。喉乾いた。喉乾いた。そう、もう飲み物がない。買ってくれば自動販売機で。おいガキ、ガキ、お前一番負けてん誰だよ。この家族3人で誰が一番迷惑かけてんだよ。誰が一番迷惑かけてんだ。俺だよ。だよな。じゃあどうすんだよ。どうすんだよ。であるならば頑張るよ。頑張るじゃねえよな。頑張ってくださいだよな。助けてくださいだろ。行ってみろほら。かわいそうだな。行ってみろほら。助けてください。だよな。いいよ、助けてやるよ。ただやっぱ自分で頑張る。手ぶらってわけじゃない。自分で頑張るよ。頑張れないでしょ、一人じゃ。頑張るよ。頑張れ。限界があるよね、一人でやるには。家族に限界がある。家族になるのかろ。限界があるよ。頑張ってあげるよな、助けてあげるよな。そう、助けるよ、ペロ。手ぶらってわけじゃない。わかったよ。いけ、いいんだろ。そうだよ。何が欲しいんだよ。アイスコーヒーだよ。心配だよ。外は風が強いからボスのブラックで許してやる。お、ボスのブラックでいいの。ボスのブラックで許してやる。わかった。でも心配だよ。だ、姉ちゃんは。姉ちゃんもいい。うん、いいよ。いい。いいよ。ボスのカフェオレ。ボスのカフェオレね。うん。ボスのブラックとボスのカフェオレ。わかったよ。爪爪だよ。わかったよ。爪爪でね。よろしくね。キンキンでよろしく。わかったよ。あ、ボスのカフェオレもボスのブラックももうここにあんじゃん。近っ。じゃあ俺だけなんかコーヒーレディちゃんのなんか頼もうかな。いちごオーレもいいしな。ナタデココヨーグルト一つください。はい、メダル何枚でしたっけ。25枚。はい、あっちに行けばいいですか。じゃああっちに。何何何何なのよ。何なのよ。メダルでてめえのドリンクだけ頼もうとしてる。え、どういうこと、どういうこと。メダルで自分で、自分のやつ。あ、ちょっと待ってて。な、何のやつそれ。うん、ペロ、何のやつそれ。いや、なんでもないよ。どうした。え、おいおいおい、カタリか。おいおいおい、あ、いやいや、いや、大丈夫。助けてやろうか。大丈夫、大丈夫。どいつ。大丈夫。ちょっと、そこまでしといて、優勝できなくなるから。え、な、何やってんの。シロヤと。心配だな、これな。うん、あとは、悪いやつやね。悪いやつやね、声もちもち悪いやつやろ、これ。何があったの、この時間。あ、大丈夫、買ってくるから、おとなしく待ってて。何してんの、あの子、大丈夫。あ、俺らの分も美味しいドリンクってみたい。あ、いいやつ買ってくれようとしてるのかな、もしかして。よいしょっと。はい、買ってきたよ、カフェオレ。やればできんじゃねえかよ、うん、なあ、はい、あれ何、姉ちゃん。あ、はい、父ちゃん。なんだよ、買ってきたじゃん。ボスのブラックとボスのカフェオレだろって言っただろ。ブスの、ブスのカフェオレって言うよね。あ、え、ブスって言ったな、お姉ちゃん。ブスのカ
カフェオレしたの今。お姉さんのことブスって言ったな。ブスのカフェオレってないよ。ボスのブラックとブスのカフェオレブスのカフェオレって言ったよな今な。受け取れてないよ。それは受け取れてない。そんなこと言うわけねえだろ。それに加えて、うん、それに加えてだよ。それに加えてって言ったそれに加えてじゃないけど言ってない、言ってないよ。あれ、あれ、あれなんだっけ。あれ何、何え、ヨーグルトナタデココ。ちょっと待って。え、ナタデココヨーグルトだけど、さっき持ってったコインはこれか。え、しかも、お前これ何枚だ。え、25枚だけど。ぶっ飛ばすのだろ、お前25枚のだよ。おい、なんでよ、なんで負けてるやつが25枚のドリンクを。おい、許せないな、それは。いや、何個譲って、それは許そう、うん、でも、うん、嘘のカメラだね、お姉ちゃんにすがって言ってない、えー、うん、そうだな、言ってないそれ、本当に言ったんだとしたら、もうちょっと受け取れないから言ってないよ、姉ちゃん。お姉ちゃん、俺が姉ちゃんのこと、そんなこと言うわけないだろ。俺はっきり聞こえた。おとんはボスのブラックだろ。姉ちゃんはボスじゃなくてブスの。言うわけないだろ。こんなはっきり言ってたの。あれ言った言った言ってないだろ。言ったよな。言ってないよ。今ベロがブスのカフェオレって言ったよな。言ったよな。おい、新人カメラマン、うじゃねえよ、お前。言ったんだ。言ってないよ。言ったんだ。じゃあ、しょうがない。美人のナタデココをあげるよ。でも、美人の前にブスだもんね。なんか、無理だわ。ごめん。ブスなんて言ってないよ。ありがとう。また仲悪くなっちゃった、これ。気持ちだけ、ありがとうね。やだ。ブスだけどもらっとくね。じゃあ、ちょっと1個確認していい？何よ。二人でご飯とか行った？まだまだでも約束はしてるもんね。こないだ誘ったよ。そう、誘ってくれたの。でもちょっとタイミング合わなかった。タイミング合わなかった。あれだろ、姉ちゃんとスケジュール見て、あ、ここだったらいけないな、ねえ、姉ちゃん開けるみたいないや、それは俺の都合もあるし、姉ちゃんの都合もあるし、同じ地域にいる、かぶってるところ、なおかつお互いの予定が合うから。そうだよ、難しいよね、それは。さっきチャンス目引いて即対局行って、何も引かずに即当たりそう。あ、当たりますね。当たるね。強そうだね。あら、あ、これは最強ですね。まあ、これ大丈夫だろ。これはいけます。いける、当たってる。うわ、岩尾の勝利です。さすが大丈夫だろ。そうだよな。おめでとう。早いね。通常 BB とかあんじゃね。あるかも。あ、でも良い。でも良い。よし。出会った時の電撃に。よしよし。よし。これな。絶頂。私は初めて頭打ってからなんかおかしくなった。
視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。